思いますけれども、終わる時間が来ました。私 MC としましてまとめたいと思います。今現在の製品開発、この炭素 CNT、そしてアプリケーションなど、そして将来の方向性について、こういう方向に行くべきだというところをまとめたいと思います。将来です。この自動車の将来の電気です。すべての自動車メーカーが電気自動車に今シフトしています。しかし、この変化を起こすためにはですね、この電気パワートレインがですね、このバッテリードリブンカーに合わせる方向に行かねばならない。電池が同じでないといけないわけですね。そのために電池のこのエネルギー密度でありますけれども、300Wh/kg。でないといけません。でまた電気自動車が競争力を持つためにはですね、コストのパリティ、いわゆるバッテリードリームカートのパリティが必要であります。今 25% ぐらい高いわけですね。でこれのためにこの1キロワットアワーのドルで100ドルぐらいのところのエネルギーコストのゴールを達成せねばなりません。ということで、今エネルギー密度が増加するということはですね、このアノードにシリコンを添加するということになります。そしてチュバル、ではチュバルの役割はどういうものになるでしょうか。そしてこのナノチューブのシリコンアノードサイドにおいて使われること、これが非常に重要な役割を果たすと。バッテリーの大量生産、シリコンの入ったバッテリーの大量生産は絶対大事だということが分かりました。これをアノードサイドに入れるということがこのシリコンアノードの、このシリコンアノードの入ったバッテリーのフルサイクルにとって絶対重要になります。そして分子でありますけれども、常にこのアクティブマテリアルがですね、一番この充電放電のサイクルの中におきましても最も活発に動くようにして、このスウェリング、クラッキングの時においてもですね、このような電気的な接続が常に今この保たれるようにしてねばなりません。このエフェクトがあって、リチウムイオン電池のメーカーはですね、今たくさんのシリコンをアノードサイドに入れています。そしてこれをですね、この産業プロセスの中で使っている。でこのグラフィンナノフューチューブがシリコンアノードをもってして可能になるということを言っています。ということで、最初の製品、シリコンアノードの製品を2年前に出しました。そしてこの素晴らしいパフォーマンスのためにですね、この短期間におきましてグラフィンナノチューブが業界スタンダードになると、すべてのこのシリコンが入ったバッテリーの標準になるということ。で、この事実の10のうちの7社はですね、バッテリーメーカーはですね、このチューブルが入ったバッテリーにシフトしています。そしてバッテリーをも市場で買うことができます。で、このキャパシティはですね、テスラモデル3の中に入っているものと同じキャパシティのものを買うことができます。そしてすでにキープレイヤーの中には300Wh パーケージのところに達成したところもあります。でまた同じプレイヤーはですね、この 20% のシリコンオクサイドがアノードサイドに入って、つまりチューブエルが入っていると、でもそれでも十分なライフサイクルを達成しているということです。グラフィンナノチューブのアプリケーションはですね、リチウムイオンバッテリーにおきまして、この今大量生産ができるようになってきています。ですので、もうすでにこの電気自動車がですね、市場に出ている。これがチューブルが中に入ったものであって、このもっともっと電気自動車が今後は増えていくでしょう。ということで、このアノードの開発でありますけれども、今後アノード開発はもうできたという感じで、今会社のフォーカスとしましては、基本的にこの生産量をですね、世界中で上げていくということで、このオーディットパスの、この EATF のオーディットもパスしましたし、製品をさらに改良して、チューブルを中に入れて濃度を上げるということと、そしてまたこのエンドユーザーに合うようなこのコンポジションに変えていく。次はキャソードです。この昔はですね、ナノマテリアルのマーケットの中でいろんなこのガーボンナノチューブが使われておりましたけれども、これはですね、このロジカルに言いますと、非常にハイパフォーマンスのキャソードが必要になるということであります。やはりこのコンダクティビティ
ーがいいからであります。そしてこの3から4キログラムのカーボンブラックの代わりにですね、100グラムのチューバルで済むわけであります。これはですね、このような100グラムのチューバルでもってたくさんのカーボンブラックの代わりをすると、それ以外にもセーフティーベネフィットなどがいろいろとあります。チューバルをですね、キャソードに入れるということにありまして、ステーブルなネットワークができるということであります。ということで GCR はその抵抗性は増えないということであります。したがってこれはすなわち、この安定的な温度特性、そしてまたこの2番目に非常に高い放電パワーを持つ、そしてまたこのようなキャソードはですね、アドヒーションはさらにキャソードにおいて良いということです。トゥバルが入りますとこのようなキャソードのアドヒーションが良くなる。ということでキャソードのマーケットも同じような成功をしていくだろうと、アノードとやったら同じような成功をするだろう。でもまだそこまで達していません。その理由でありますけれども、このまだ分散がグラフィンナノチューブの分散がキャソードサイドでは最適ではないということであります。でまだその我々のナノアノードをカバーしたほどは分散性が良くないということであります。しかしどのようにそれをこの解決するかということは分かります。ここで SEM 像であるキャソードの SEM 像でありますけれども、このナノチューブをこの新しい製品に導入するとこれ10マイクロメートルであります。5マイクロメートルであります。2マイクロメートル、ご覧のように仮想度マテリアルのこのナノチューブでカバーされてしまっています。これによって仮想度の方も性能が良くなる。さらなる仮想度のステップとして今度は仮想度の開発をやっていこうということになります。ハイテンプラチャーストレッジサイクルライフ、そして性能を良くしていく、より純度の高いものを出していく、これもできます。そして濃度を高めていきたい。またダイキンのようなパートナーと協力をし、新しいバインダーあるいは分散剤を使っていく、これによってパフォーマンスをさらに良くしていこうということです。エンドユーザーの求めるものにしていく。では短期のプランでありました。ここまでリチウムイオンバッテリーにおいてどうやるかということですが、将来はどうなるか。これから何年間かけてアクティブマテリアルにチューボルを入れていく、加えていく、そして強光性を行って、そして伝導性を導電率を良くしていく。でも技術的な開発だけではなく、準備しないといけないのは多くの発注を受けていくに耐えるためには生産能力も高めなければなりません。グラフィンナノチューブにおいても分散剤においてもです。2019年60トン、2022年310トン、これで300ギガワットアワーのプロダクションキャパシティが可能になるということになります。ではチューバルバッテリーの製造能力全世界を見ます。これが現状です。同じようなスケールの増加がチューバルのバットで見られます。これから5年の間にこの生産プランさらに大きくなっていく、そしてオキシアル、それからパートナーと一緒に大きくしていきます。まだやるべきことはたくさんあります。課題もたくさんあります。でもターゲットはここにあります。このビデオをご覧ください。Thank you.
So it is 2,500 tons of tubular in 2030. Let's capture it and make it a paradigm shift.